こんにちは、ウォッチ買取応援団団長です。本日はこちらの時計、パテックフィリップアクアノートのご紹介です。カジュアルなデザインで若いユーザーにも人気が高いモデル、初の運上ブランド購入にこの時計を目標にされている方も多いのではないでしょうか。しかし今となっては兄貴分であるノーチラスに次ぐ人気モデルを誇っているものの、1997年発売当初は全く売れなかったとか。時計ブランドの王者パテック、いかにしてアクアノートをヒットモデルに仕立てていったのか。世界最高のブランドによる試行錯誤のストーリーとその過程で切り開いた将来性について、アクアノートの魅力をたっぷりとお伝えしていきたいと思います。それでは行ってみましょう。ウォッチ買取応援団では時計にまつわる動画を日々お届けしております。チャンネルの再生リストにまとまっておりますので、そちらもぜひご覧ください。よろしければチャンネル登録、そしてグッドボタン押していってください。やる気が出ます。ではまずはアクアノート現行モデルの基本情報から簡単にお伝えしていきます。アクアノートの特徴は何といっても防水性に優れた八角形のケース、そこにトロピカルラバーと呼ばれる丈夫なラバーストラップが取り付けられ、スポーティーなデザインにまとめられています。現行モデルとしてラインナップされているのはメンズ、レディース合わせて16種類、ステンレススチール製の三芯モデルからゴールド製の複雑機構モデル、そしてダイヤモンド宝飾モデルまで幅広く展開されています。アクアノートの誕生は1997年にまで遡ります。90年代のパテックフィリップは若者向けのラインナップ強化を図っていました。ドレスウォッチ、カラトラバに黒文字盤のバリエーションを追加したり、コンプリケーションシリーズに太いベゼルを持つモデルを追加したり、そしてその流れからノーチラスの弟分として取り組んだのがアクアノートの開発でした。若い世代向けに作るにあたり、パテックフィリップがまず取り組んだのはケースの開発でした。1976年に登場した兄貴分のノーチラス、そのケース構造は2ピース構造、ミドルケースとケースバッグが一体型になっており、そこに風防とベゼルをはめ込んで固定するというもの。耳と呼ばれるケースサイドの留め具部分、ここがノーチラスが持つケース構造の特徴的な部分です。ノーチラスがこの構造を採用したのは、時計界のピカソと呼ばれるデザイナージェラルド・ジェンタが書き上げた薄型かつブレスレット一体型のデザインを実現するためでした。しかしアクアノートに対してはこの構造を取り入れず、なぜかというと成形に高額なコストがかかってしまい、モデルとして完成させた際にはとても若い層が買える価格ではなくなってしまうため、そしてノーチラスの弱点であるメンテナンス性の悪さをクリアするため、パテックフィリップが考えていたのは単にノーチラスをカジュアルなものにするだけでなく、あくまでアクアノートという独自のシリーズを作ろうと思っていたんですね。結果試行錯誤の末にたどり着いたのは2ピース構造ということは変えず、一体化する部分を変更するという方法でした。ミドルケースとケースバッグが一体化されたノーチラスに対し、アクアノートが採用した構造はミドルケースとベゼルを一体化し、ねじ込み式のケースバッグで閉じるという方法。そうすることでノーチラス並みの薄さと防水性能を保ちながらもケース成形のコストを削減、裏蓋を開ければムーブメントが触れるのでメンテナンスも容易に。加えてブレス一体型ではなくラグを採用したことでレザー製やラバー製のストラップも装着可能に。こうしてアクアノートはノーチラスとは違った将来性を持つモデルとして発売に至ります。がしかし1997年発売当時は全く売れず、初代モデルリファレンス5060は発売から1年であっさり生産終了となってしまいます。ノーチラスでさえまだ今のような人気モデルではなかった時代ですが、それにしても早すぎる打ち切り。理由は何だったのかというと、時代潮流に合っていなかったということ。90年代末といえばデカーツウォッチブームが盛り上がり始めた時代、90年発売のブレゲマリーンから始まったサイズアップの流れはオーデマピゲ、ロイヤルオーク、オフショア、そしてパネライ、ラジオミールなどによって加速。2000年代にはウブロ、ビッグバンが登場したことで本格的なブームとなっていきました。40mm を超える大判サイズの時計がブームを牽引した時代、初代アクアノートの 35.6 ミリ径というケースサイズは当時のニーズに対しては小さすぎた。王者パテックのブランド力をもってしても時代の波には勝てなかったんですね。さて1作目の失敗から教訓を得たアクアノート、1998年には早々に2作目リファレンス5065を発表します。ケース径を 38.8 ミリにサイズアップし、中の機械が見えるようケースバッグをサファイアクリスタル製に変更、見事にモダナイズされての再登場となりました。結果2作目は売れる時計になったものの、買い求めたのは若い層ではなく年配層。余暇にスポーツを楽しむ際につけるオフ用ウォッチとして売れていきました。ターゲットは異なれどまあ売れたので結果往来ですが、パテックフィリップはそこで妥協するようなブランドではありません。金無垢モデルの追加など年配層のオフ用ニーズに応えることは続けながらも、さらなる市場開拓をも狙っていました。実はアクアノート2作目はもう一つのバリエーションが存在していました。ケース径は初代と同じ 35.6 ミリと小ぶりながらも展開の幅を広げたモデルリファレンス5066系。5066で行われた工夫、それはクオーツ式ムーブメントを搭載したモデルの追加でした。金無垢ケースを使用し、ベゼルには豪華なダイヤモンド宝飾、しかしクオーツ式なのでリーズナブルということで、このモデルが新たに獲得したユーザー層は女性。やはりオフを楽しむための時計としてヒット作となりました。以降誕生から10周年を迎えた2007年には全面的に刷新され、ケース構造は2ピースから3ピースに変更、メンズモデルのケースサイズは 40mm 以上へとサイズアップされました。そして当然ながらここにも狙いが、狙いというより王者パテックが作り出す時計の宿命と言ってもいいかもしれませんね。何かというと複雑機構の搭載です。クロノグラフを搭載するなどアクティブなシーンで使える機能を増やすことで、より本格的にスポーツウォッチとしてのポジションを取っていこうじゃないかと。2007年のリニューアルはそのための準備でした。結果現在までにクロノグラフとトラベルタイムが追加ラインナップされ、アクアノートはブランドを代表するモデルの一つにまで成長しています。しかしそれでもなおパテックフィリップの社長ティエリー・スタン氏はアクアノートの開発はまだ途中であると語っています。スタン氏が狙うアクアノートの将来像とは一体どんなものなのか。それはパーペチュアルカレンダーなどの超複雑機構の搭載だといいます。そこまでやり遂げてこそパテックフィリップファミリーの一つ、マスターピースと呼ばれるにふさわしいシリーズになると。アクアノートは2007年のリニューアルによって構造上ノーチラスよりも化ける存在になったそうです。ノーチラスが成し得ていないトゥールビヨンの搭載もアクアノートであれば可能なのだとか。これが実現したらもう弟分とは呼べない存在になりますね。といったところで本日はパテックフィリップアクアノートについてお送りいたしました。誕生から23年、これからの展開も楽しみなモデルですね。それでは本日も最後までご覧いただきありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。今回の動画いかがでしたでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。毎日更新を目指して頑張っていますので、次回も楽しみにしていてください。よろしければチャンネル登録、そしてグッドボタン押していってください。それから Twitter もやってますので、Twitter のフォローもお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。